の名前は以前は大谷翔平選手の通訳として米国の大リーグロサンゼルスドジャースで活躍していたしかし今や彼の名前は不正賭博や銀行詐欺といった疑惑に彩られている水原一平容疑者その名は今法廷の論争の中心にある昨日米ロサンゼルスの連邦地裁に水原容疑者が姿を現した この日は彼が報道された後初めての公の場であり、その存在は多くの注目を集めた。彼は足首が拘束された状態で出廷し、一部の報道によれば後にその足かせは外されたという。保釈金として2万5000ドル、約380万円、お支払い、条件付きで釈放されたと伝えられる。しかし、その条件は厳格である。 パスポートの返納、ギャンブル施設への立ち入り禁止、さらには大谷翔平選手への接触が禁止されている。水原容疑者は米子報酬から1600万ドル、約24億5000万円、超を採取したとされ、銀行詐欺容疑で訴追された。彼の行動の詳細やその背景には多くの謎が残されている。彼は韓国での開幕戦後、 ドジャースを解雇されて以来行方がわからなくなっていたが、ニューヨークタイムズによれば、韓国からの帰国後に警察に拘束されたという報道がある。水原容疑者がドジャースで通訳を務めていた期間に何が起こったのか、そして彼の行動の背後にはどのような動機があったのか、これらの問いに対する答えはまだ見えてこないが、 彼の姿勢と行動からは多くのことが読み取れるかもしれない。大谷翔平選手は今回の疑惑について公式にコメントしていないが、彼の周囲では驚くと悲しみが広がっている。彼と水原容疑者の関係がいかにしてこのような結末を迎えることになったのか、多くのファンが疑問に思っていることだろう。水原容疑者の保釈条件は厳しいが、 彼が今後どのように行動するかによって彼の将来は大きく左右されるだろう彼の弁護士は彼がギャンブル依存症の治療プログラムに参加し新しい職を見つけた場合は働き続けることを約束したと報じられている水原容疑者の今後の動向に注目が集まる中彼の行動が大谷翔平選手との関係にどのような影響を与えるか また彼の疑惑についての真相が明らかになる日は来るのだろうか。今後の展開に注目が集まる。